あんたはジェームソンの言う通り派手に暴れて混乱させてばかりだ。突然どうしたの、おまわりさん。フィスクが釈放さ。ありえない。あいつの罪の証拠はわんさかあるだろう。あっただ。証拠を積んだトラックが追突された。データがハードディスクごと全部消えちまった。ウィリーが釈放なんてありえない。僕が取り返してくる。オッケー、よーく考えて。証拠品には全て無線 IC タグが付けられてるはず。タグを追跡すればハードディスクを見つけられる。急がないと。ジェイムソンのやつ、しつこく僕の悪口言うせいでみんなが信じ始めてる。っていうか、フィスクの手下が証拠を盗んだのがなんで僕のせいになるんだよ。まあ、そんなことよりフィスクを釈放させないことだな。間に合った。ハードディスクはまだ壊されてない。ウィリーの出所パーティー嵐開始。ジャオ、休み。今の中。休憩タイム。後ろは任せろ。俺が行く。しまった、あいつだ。ジェイムソン、エレクトロの警官殺しをスパイダーマンのせいにしてさ、二度と嘘の記事を書けないように写真を撮るのやめたんだ。誰か援護しろ。マジかよ、スパイダーマンがいる。待機しろ。お昼寝しててね。なんだ、そうか、来いよスパイダーマン。おしまい。生意気
なやつだ。キョロキョロすんじゃねえよ。降りてきやがれ。おしまい。新しいスマホと格闘する人の方が根性ある。それじゃヘルズキッチンの警官に返そっと。このこと知ったらウィリーはどんな顔するかな。刑務所のワインで喉詰まらせるかも。フィスクは檻の中、ハードディスク取り返したよ。ちょっと待った。たまたま居場所を突き止めたってのか。もしかしてお前キングピンとグルなんじゃないか。ちょっと嘘だろ。自分で盗んで返すの？僕ってそんなに暇なやつに見える？まずい、ロケット隠れて。おい、ちょっとこれやりすぎだと思わない？もっとちゃんと見張りしなきゃ。もう平気だな。よかったよかった。ごめん、びっくりした。ちょっと必死すぎない？おい、負け。普通ここまでやる？今はクラウドってものがあるだろう。ヤングが車の相乗り。ガソリン節約なんてフィスクって意外とエコだね。フィスクの手下が屋上に着いたんだ。フィスクはどうだ？死ぬか？てめえ死にているか？完全に
に一言欲しかった。お遊びは終わりだ。ここが墓場だぜ。ディスクを守るんだ。電気でビリビリ。スパイダーマン、君のこと誤解して。インズってとこ、またね。